レオニード・コーガン、レオニード・ボリソビチ、コーガン、レオニード・ボレスビッチ・コーガン、1924年11月24日から1982年11月17日は、ウクライナ出身のソ連の名バイオリニスト。同郷の親友ダビッド・オイストラフに、同じくユダヤ系。ウクライナのドニプロペトロウスク出身。父親は、写真家でアマチュアのバイオリン奏者。コーガン少年が、バイオリン演奏に興味を示したので、アウアーの弟子のカイ・アンポリスキーに入門させたところ、著しく上達したため、家族は、コーガン少年がより高度な指導を受けられるように、モスクワ音楽院附属中央音楽学校に入学するため一家は、モスクワに移住した。モスクワでは、アウアーの校庭のA・アンポリスキー教授に、音楽院卒業の20歳半ばまで師事。当時、音楽院随一を誇ったA・アンポリスキー教授門下生には後に夫人となるE・ギレリス、E・グラーチ、J・シュトコベツキー、I・ベズロードニー、Y・ヤンケレビッチ等、そうそうたる顔ぶれが揃っていた。コーガンは1936年に演奏旅行で来露したジャック・ティボー、ヨーゼフ・シュゲティに絶賛され、将来の大成を予言された。また、1935年にモスクワで開催されたヤッシャ・ハイフェッツの演奏会は、コーガン少年の一生果てにわたる大きな影響を与えた。モスクワ中央音楽学校に通った後、1943年から1948年まで、モスクワ音楽院に在籍。1948年に卒業後は1951年まで研究科に所属した。コーガンは大器晩成型のオイストラフとは対照的に魔人と契約した天才と称されるほどの早熟の天才であった。公式デビューは1941年、モスクワ音楽院大ホールにおいて、モスクワフィルハーモニー管弦楽団との共演により、ブラームスのバイオリン協奏曲を演奏した。同時期にソ連全土で演奏旅行を行う。学生時代にプラハ世界青年音楽祭で J・シュトコベツキー、I・ベズロードニーと共に優勝。また、コーガンは N・パガニーニの全作品演奏に挑み、モスクワで入手可能な作品の全演奏を達成した。起草曲、全24曲を一夜で演奏した演奏会は、歴史的な演奏会として伝説となった。1951年にはブリュッセルのエリザベート王妃国際音楽コンクールにおいてパガニーニの協奏曲第1番で驚異的な演奏を披露。エミール・ソーレ作のカデンツァの解釈にも卓越したところを審査委員長ジャック・ティボーに示し優勝した。また、位在メダルも受賞した。1955年には世界的な学旅に出発、パリとロンドンに赴き、翌年には南米とアメリカ合衆国にも訪問した。コーガンのアメリカ合衆国デビューは大成功であり、ハイフェッツ、ミルシュテーンとの親交を深めていったが、米ソ冷戦時代の悪影響のためか、カーネギーホール演奏会爆弾騒動等、反ソ、反ユダヤ運動の標的にされ、人気も陰りを濃くしていった。1952年よりモスクワ音楽院で教鞭を取る。1980年にはイタリアはシエナのアカデミア・キジアーナ・アカデミア・チニアナに招かれ教鞭を取った。門人に日高武史、アンドレイ・コルサコフ、イリア・グールベルト、ビクトリア・ムローバ、イリア・カーラー、佐藤陽子、天満敦子、アテフ・ハリムなど。コーガンの夫人は有名な大ピアニストエミール・ギレリスの妹エリザベータ。エリザベータもバイオリニストで全ソ連コンクール第2位、1937年の位在コンクール第3位、いずれもオイストラフに次ぐ成績。1952年生まれの息子のパベル・コーガンも Y、ヤンケレビッチの門下生で、シベリウスコンクールで優勝。両親と同じ道を進んだが後に指揮者に転向した。娘のニーナ・コーガンも、ロン・ティボーコンクールに入賞の腕前で、父コーガンの晩年の伴奏者を務めた。1982年、ウィーンでの演奏旅行から帰った直後、息子パベルと共演するため、オーストリアとロシアの間を列車移動中に心臓発作を起こし、誕生日を目前に58歳で不慮の死を遂げた。1955年に名誉芸術家、1964年にソ連人民芸術家に選ばれ、1965年にはレーニン賞を受賞した。コーガンの愛機は2丁で、どちらもグアルネリデルジェスである。一つは1726年製のエクスコラン、もう一つは1733年製のエクスブルメスターだった。弓はドミニク・ペカットを愛用した。コーガンは技術においても解釈においても至高の演奏家の一人と認められている。スタイルは同時代の例えばオイストラフに比べてさほど個性的ではないものの、むしろモダンであるとみなされている。コーガンは早くて澄んだ音色のビブラートを使い、武骨で引き締まった攻撃的な演奏を行ったと伝えられる。すべての弦とすべてのポジションにおいてムラのない豊かな響きを保とうとして高音域で響きが減速しないように努めた。コーガンの録音は旧ソ連国内、国外問わず多数残されている。コーガンは室内楽の録音に積極的でギリリスのピアノ、ロストーロポービチのチェロにより、ベートーベン、シューマン、サンサーンス、ブラームス、チャイコフスキー、ホーレラのピアノ三重奏曲やピアノ四重奏曲を録音した。またコーガンはエフゲーニ・スヴェトラーノフのピアノとルザノフのチェロにより別のピアノトリオを結成してもいる。コーガンはビルトーソ、パガニーニ、ビニャフスキー、サラサーテの作曲した商品の演奏にも優れ、技巧、音色、情熱、まるで作曲者の歴史的大バイオリニストが乗り移ったような入りの演奏が記録されている。コーガンはソ連で初めてベルクのバイオリン協奏曲に果敢に取り組み、録音したバイオリニストとして記録されている。1968年にはコーガン主演のパガニーニの映画も撮影された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。